こんにちは、兄です。今日は食玩の数字変形番号だ、こちらで遊んでいきたいと思います。まずはパッケージなんですけども、ブリスターに入っていて、ここにね戦車があります。で、数字から戦闘マシンへ超絶変形っていうことで、これはね1から戦車になるっていうことですね。で、あと2と3があって、2はヘリコプター、3はボートになるみたいです。で、裏面を見ると、申し訳ない程度にこのガムがねペトンと貼り付けてあって、で、このガムを取るとなんか破けそうな感じ。よいしょ。はい、こんな感じでね、改めてラインナップが書いてありますね。1が戦車、2が戦闘ヘリ、3が戦闘艦みたいな、こんな感じですね。マルカ株式会社、なんか聞いたことある会社ですよね。で、製造元はねメイドインチャイナなので、まあ、中国製なんですけども、まあねデザインしているのが、まあ、誰がデザインしているのかとか、まあ、監修がねどこがしているのかで、まあ、製品精度って変わってくるんですけども、いわゆるねチャイナトイっていう系列とはまた少し違うんじゃないかなと思います。日本で販売してるからね、やっぱりそれなりなクオリティは持ってるんじゃないかと思ってはいるんですけどもね。まあ開けていきましょう。はい、中身は戦車本体と説明書。説明書はねテープで台紙にペタッと貼り付けてある感じですね。で、中身はですね、テープがくっつく、こんな感じです。もうあれですね、1日さん全部一緒くたに書いてある感じですね。まあコストカットっていうところだと思うんですけども、見ないでねちょっと行きましょうか。これを数字の1に変えていくわけです。まあだいたいね想像はつくんですけども、ここね、ここはこう開くんだろうなと、これも分かりやすいですよね。で、これでパチッと止めると、止めて隙間閉じるのかな、あ、閉じるね。はい、隙間閉じました。で、これをどうすんだ、これ邪魔だな、これしまえそう。はい、しまって、この砲台側の処理がよくわかんないな。で、あと冷静に考えると、これをこのままここに持ってくると、この線がここに来なきゃいけないのが来ないから、これは回るんだろうな。あ、動く、動いて回る、よし。で、これどうやっていくんだ、あ、すごい、中ねバネが入ってるね。こうやって引き出せれるようになってるから、これでこういう動きができると。おー、なるほど。そしてこれを畳んで、はい、できた。1できました。いや、これね意外といいですね。プラスチックはねそんなに悪い感じじゃなくて、結構しっかりしてます。もうふにゃふにゃのどうしようもないプラスチックってわけじゃないから、置いてもなかなかいい感じだし、まあいいんじゃないかな。サイズとしては、ちょっとヘリキングと並べよう。よいしょ。はい、入ってないか、こんな感じ。もうちょっと引いた方がいいね。はい、500シリーズのエリキングと並べるとこんな感じです。じゃあちょっとね戦車にして、またエリキングと並べましょう。砲台のねこれを出さなきゃいけないんだけど、やっぱ引っかかりがねえな。よいしょ。うまい具合にこうやって出しの、これを上げの、回しの、はい。で、ここねこれを返して、よいしょ、こんな感じかい。これさっき何も触んなかったよな、動かないかな、なんか動きそうなんだよな。まあいいや、ちょっと先に行こう。これを引っ張って浮かして割ると、割ってカチャッと止めて、よし、できた。で、これだよ、これ。あ、動くじゃん。あ、動く。あ、いいね。なんか裏にこういうちょっと燃料タンクみたいな感じなものとかがくっついてる。これはどうすんだろう、どこまで倒せばいいんだろう。気分かな。まっすぐ上に向けるとこんな感じで、ちょっとここはみ出るけど、まあ、ここの面を合わせることはできて、全部
折り込んじゃうとこう斜めになる感じ。どっちでもいいなこれは。うん、はい、洗車できました。で、レキン並べるとこんな感じでございます。なんかいいサイズだね。レキングとこう戦うにはなかなか、もうちょっとちっちゃいか、もうちょっとちっちゃいね。エレキングのサイズと比べていくと、これだとやや大きい戦車って感じ。ややっていうか結構でかいな。うん、まあ悪くないんじゃないかな。はい、うん、まあレビューっつーかなんつーかよくわかんないんだけど、まあ遊んでみたんですけど意外と楽しめます。で、作りもそんなに悪くないし、3、4回遊んだらぶっ壊れるとかそんなレベルの、ものではないですね。 あとね、ここコロがついててこうやってね走らせて遊ぶことができます。これちょっと2と3欲しくなってきましたね。気になった人はスーパーとかでね見つけたら買ってみてはいかがでしょう。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。